久保さん、生え際が、すごい、もうハゲですね、ここ。完全ハゲてる。<laughs> ハゲですね。<laughs> ハゲだなまあ、情報商材は最強ですね。情報商材は最強にしましょうか。まあ、そもそもあの、久保さんが言う通り、情報必要じゃないですか。情報欲しくないですか まあ僕はあの最近いくあのロシアのニュースめっちゃ見てるんですけどどうなってんのかなみたいなどうなんのかなみたいなまあそれを知ったところでね別に何ができるっていうわけじゃないんだけどもまあ地球っていう一緒の地球に住んでてこういう状況もあるんだっていううん、なんだろうな芸能人のワイドショーとかあるじゃないですかなんちゃらとかね まあそれもいらなかったら視聴者数ゼロっすよね。視聴率ゼロ。なんで見るんですか別に芸能人がアだコうだやのなんかどのこうのって知ったところで別にじなんか人生になあんまり影響ないと思うんですけど。でも視聴率ゼロにはなんないですよね。視聴率ゼロだったらテレビ番組もうずっと無理ですよね。うん。まあ基本的に多分ね僕はね あの脳に情報が欲しいんですよ。空っぽだと多分きついと思うんで、何かしら情報が欲しいんじゃないかなと思うんですね。情報が全く必要ないんだったらうーん、まあこの動画も見てないし、久保さんの動画も見てないし、まあ何の YouTube も見ないし、テレビも見ないし、新聞も見ないし、雑誌も見ないし、なんだな何も見なくないですよね。<laughs> ねえ、久保さん <laughs>。<laughs> そう。まあ基本全部情報ですからね。 でまあ、僕の見解としては、なんかお金に関わる話をするとうさんくさいになるんですよ。結論。うさんくせんみたいな。<laughs> うんまあ、お大きくくくるとねで。じゃあなんでお金に関する話をするとうさんくさいってなるのかっていうと、お金に対してのリタラシーがないからですね。単純に。うん、それは学んでないことを聞いたらうさんくさいですよね。知らないことを聞いたらうさんくさいですよね。 だからその未だにその FX が危ないとかね、株が危ないとか言ってる人絶対いるはずなんですよ。絶対います、世の中に。でもね、あの <laughs> 世の中の大富豪を見たら、ほとんどが金融ですから、投資で金持ちになってるんで、それはじゃあどうするのって、ウォーレン・バフェットはうん詐欺なんですかみたいな、詐欺っていうか危ないんですかみたいな <laughs>、とか。なんかその しょうがないんですけどね。まあそもそもお金の勉強っていうのが、なんかね、高校生、なんか最近なんか投資の授業が入ったらしいですよ、久保さん。高校かなんかね。なんか YouTube かなんかのニュースでやってましたけど、高校の授業に投資の、なんか、授業が入ったみたいな。まあ今後ちょっと変わっていくと思いますけどね。投資は危ないっていう。じゃあその株式でね、 株式公開してね、会社が株式公開しました。誰も、その株を誰一人買わなかったらどうするんですか誰一人買わない、その株を、その会社の株を。そもそも株式上場、上場のこの揺るがり、も全くなんか、あれですよね。誰も買わない、一人も買わないみたいな。やばないですかうん。うん。だからなんか、 まあ情報は必要なんで、僕はまあ情報商材はあ今後もその情報を売る、情報を必要としている以上、情報は発信するべきだし、それを無料で発信するのか、有料で発信するのか、それだけの話じゃないですか、うん。有料なのか無料なのか、新聞有料ですよね。え、テレビのニュース見ればただじゃないですか。じゃあ何で新聞買うんですか <laughs> え新聞で書いてることとテレビのニュースって全く違う情報ですか全く。まあ、大体一緒ですよね。大体。まあ、ちょっと切り口が違う部分ありますけどね、うん。じゃあその、なんかよく無料と有料のね。じゃあその新聞は詐欺なんですかじゃあその新聞で有料で売ってる情報をテレビの民放で有無料で流したら、テレビ会社は詐欺なんですか どっちが先なんだみたいなね <laughs>、うん、別に有料で売ろうが無料であろうがどうでもいいじゃないですかそんなのじゃあその商売やってるね商売やってて全部無料にしろって言ってんのかって話じゃないですか <laughs> まあその商売に関してはその情報なんだろうなまあ物があるとね原価があるんでなんとなくイメージはつきやすいですけども例えばそのまあ例えば新聞 を新聞の情報を例えば今だったらロシアでね情報ロシアの現地に行ってその現地の生の情報を伝えるってなったら経費かかるじゃないですか経費かかるし命張ってますよねじゃあ命張ってる分の対価をもらってもいいですよねどうですか <laughs> うん そうまあ情報はなんだろうなテレビの情報は無料で見てるけども、まあ、そこにもねビジネスがあるわけじゃないですかテレビもなぜ無料で出せるのかっていうとそこに CM をかますスポンサーがいてっていうそ,のそ,そういう流れがあるし、うん、だからんだ無料なんか無料のものってないんじゃないかなと思うんですよねただ単純に無料で見てるだけであってそこにはそのお金が動いてるし うん、う世の中に無料のものって完全,完,全無完全無欠の無料のものがあるとするならばなですかね空気っすか今のところ今のところはですよ水昔は水がね、えー、無料だったわけですけど今水有料じゃないですか昔はその川,川,を川の水を飲んでた,んでたりとか汲んでたとか井戸を掘ってたりとかしてたと思うんですけど 今、水、水道、ひねったら有料じゃないですか。あとは昔はそのミネラルウォーターを買うっていう習慣、水を買うっていう習慣がなかったけど、今、水を買うっていう習慣は別に普通じゃないですか。僕も今日、今日か、アマゾンで買いましたけど、水をね。だからそれはなんか時代背景だと思いますけどね。昔多分30年前とか40年前、無料、水を有料で売ったら、なんだ、この、 な悪徳商売って言われたかもしれないですよね。水を、水を金払って、水を、水に、なんだ、値札つけんのかと。それは詐欺なんじゃないかって、多分、40年前とかだったらか、多分、なってたかもしれないですね。じゃ誰も買わないだろうし。水が有料そ詐欺だ、ぼったくりだろうみたいになってたかもしれないですね。うーん。 でも今ね、コンビニでみんな水買ってますからね。<laughs> なんなんでしょうね。<laughs> 別にど何でもいいんじゃないですか。うんそうまあ、勉強しましょうって話ですね、うん。勉強してないと知らないことはうさんくさい、怪しい、危ないなんですよ。勉強してなければ。うん、勉強すればするほど会社は危ないになりますよ、多分。 勉強すればするほど会社が生存する確率っていうのは少ないんですよ。30年、40年、会社がずっと売り上げを上げ続ける確率っていうのは高いですか、低いですか、どっちですか。もう勉強すればデータも出てるし、うん、ずっと会社がずっと成長し続ける、その確率と、うん、こういろんな紆余曲折ある、もしくは倒産する確率。 会社のの数とと倒産する確率ど,どうなのかとかね。まあ、別は勉強すれば分かることだしみんななんかのほほんと生きてるんじゃないですかねなんか永遠の命があるようなごとく会社にも永遠の命があるごとく給料が永遠にもらえるごとく <laughs> あなたの会社の売り上げあなたの会社のあなたの会社の給料は保証されてないですよとなぜならば売り上げが保証されてないからですね な感じですかね行ってらっしゃい